これがプレミアムな高級品質の証と言われてるんだよね。これ楽しみにしてきたんですよ、この中は。おお、美観地区がめっちゃ綺麗に見える、上から見下ろせれる場所あるのって知ってる？皆さんこんにちは、青木と美観地区の時間がやってまいりました。今日もちょっといろいろ美観地区のグルメスポットを巡ろうかなと思うんですけど、これちょっと見て、さっきヨーロピアンデニム、青木皮膚ストアはこのヨーロピアンデニムと呼ばれるその特別な素材を作ったデニム製品を展開してるんですよね。突然いろいろ説明をして申し訳ないな。なんかね、あの藍色がすごく、トーンが鮮やかで、で色落ちがすごく美しいと呼ばれるデニムです。この刺繍、これ倉敷空の、オリジナルモデルなんですけど、色落ちしてきたらこういう色になりますよっていう、そういうこう色の刺繍をここに施してるんですよね。でね、このデニムがね、デニムパンツとってもおすすめなんですよ。こういう製品紹介から入ってみるかな。俺が食べたり飲んだりするあの以外も必要なのか見たいよね絶対。この人いつも食べたり飲んだりするじゃんみたいな。もちろんこういうヨーロピアンデニムって本当に岡山のデニムの中でももうプレミアムと呼ばれる、とても珍しい。どちらかというと本当に藍色が濃い、そしてあの軽いで、ストレッチがとっても効いてるっていうのも特徴で、めちゃくちゃ柔らかいんですよね、デニム素材自体が。でスラブって呼ばれて、縦筋がめちゃくちゃ綺麗っていうのもこのヨーロピアンデニムの特徴。なかなかこういう縦筋ってね珍しいのよ。これがプレミアムな高級品質の証と言われてるんだよね。だからこのスラブデニムっていうのを探されてこちらに来られるお客さんが結構増えてる。デニム製品ちょっぴり紹介してみました。最近俺もう一個チャンネルやってるんだけど、ファガッセンチャンネルっていうのがあって、それは最近ここは太陽のこう光が当たる世界なんだけど、結構そっちの方はなんだあのダメージをしたりこうデニムを着続けたり、でもなんかすごくなんて言うんだろうな、こう洗練されたというなんか印象の、チャンネルもやっておりますので、ね、この倉敷空に来ていただいてもクラカスのファガッセンの商品の紹介とかっていうのもあのできますので、ファガッセンの具体的なこう、ね、商品とかっていうのはぜひ本店の方に行ってみてください。じゃあ、そういうことですね。今日ちょっと外に出てみて、なんか食べたいものを決めていこうと思います。大手まんじゅうさん、ちょっと人気で入れないな、どうしようかな。そうですね。なんか当初から言ってはいるんですけどね、大手まんじゅう入りたいなっていうことで、うん、いけるか、ちょっと聞いてみようか。大手まんじゅうカフェに今日はお邪魔しました。いやでもちょっと嬉しいですね、ついに入れましたね、はい、念願の。実は先週入れなかったんだよね、はい、前通ってて、はい、
ありがとうございます。こちらから送らせていただきます。はい、大丈夫です。これなんとおかわりの文字紙がここに入って両手まんじゅうで文字紙っていうセットですよね。コースターのおしゃれだよ。かわいいね。うん、ここの表まんじゅうカフェさんって、僕たちがねコラボレーションさせてもらったきっかけになったお店なので、もともとその空のお店ができた時に来ていただいて、それでこうご縁があったので、表まんじゅう同じ通りにお店があるでしょう。はい、そうだからそういうところでなんか何か面白いことやりましょうっていうので T シャツが、ね、できて、次第2弾楽しみにしておいてください。あ、はい、来ましたね。これ楽しみにしてきたんですよ、この中は。おお、来たよ。大手まんじゅうほっかほかバージョン来たよ。大手まんじゅう2023来ましたね。はい、やっぱり岡山の銘菓間違いない。この甘いさ、皮、外側の皮と中のこうしっとりしたこしあんが最高にうまい。でこれコーヒーがついてるセットですね。ちょっと帰ってきたばっかりなんで、ちょっとまず一杯コーヒー飲んでみます。ちょっとまんじゅう食べてみますね。ないですよ。まあね、大手まんじゅうってすごい贅沢ですよね。あんこがいっぱい使われてるから。すいません。
茶菓子なんですかね、大手まんじゅうが、まんじゅうって。あー、なんか愛情が詰まってます。愛情が詰まってます。砂糖くださいって言ったんだけど、結局砂糖いらなかった。苦いコーヒーがめっちゃ美味しく感じる、この愛によって。俺が冴えてねえのか。可愛くなありがとうございました。いや、愛情で心がいっぱいになった感じだ。美味しかったな。青木皮膚ってさ、優しさでできてるじゃん、はい。だから今日はこの優しさを、愛情をチームのトモ君に届けようと思います。今忙しいみたいだから、これをじゃあトモくんにちょっと届けておこうと思います。はい。あの愛情で青木皮膚ができてるから。あ、そうだ、あのさ、美観地区がめっちゃ綺麗に見える、上から見下ろせれる場所あるのって知ってる？あ、そういう、あどこですか？実は結構2階からパッと眺めれるようなところって少ないから、こういうちょっと視点を変えれるスポットに来てもらうのもいいかもしれない。でここは誰でも自由に入れる場所があったから、うん、入館料無料で、で、あ、まだ行ってないお店とかあったらここで案内してもらえる。何かあの下にねタッチスクリーンがあるから、あ、ここ何がどんなお店あるかなとか、うん、倉敷美観地区の中の新しい情報っていうのはここでもチェックできます。そしてもう一つは、あのいつも俺がこういろいろ散歩してて、あの船が通ってるよね。でそこの船のチケットの予約っていうのも1階でやってるので、ぜひ皆さんチェックしてください。じゃあちょっと今一回また降りてきて、これからねまたちょっと空の中を少し入って案内します。この倉敷空 の、ね、あのよく僕たちがイベントしている民芸広場、ここもねなんか春とかもう少しあの暖かい時期になったらすごく気持ちがいいと思うんだよね。ちょっとこうあのさっきの観光案内所じゃないけど、少しこう休憩に寄ってもらえるような場所かなと思います。ということで今日は大手まんじゅうさんに行ってきました。やっぱりね、歴史とともに積み上がってきた愛情を感じて、めちゃくちゃ美味しかったし、まあ、濃厚なねおまんじゅうと、あとほろ苦なコーヒーも最高でした。倉敷空の並びにあるから、あのぜひねおてまんじゅうカフェの後に空に行ってみてもらえたら嬉しいです。じゃあちょっとトモくんに渡してくるから、バイバイ。